今年8月、写真週刊誌フラッシュで不倫が報じられていたヒップホップアーティストのジブラ49は、妻でモデルの中林美和41と離婚したことを2日、自身のツイッターで報告した。中林もインスタグラムで報告し、娘たちの親権は中林が持つことを明かしている。ツイッターでジブラは、関係者の皆様、ファンの皆様へとして、長年連れ添った妻と協議の結果、離婚いたしました。今まで夫婦として応援していただいた皆様にはとても心苦しいご報告となりますが、今後もご指導ご鞭撻のほど、どうかよろしくお願いいたしますと伝えた。中林も離婚報告するとともに、娘たちの親権は私が持つことになり、同時に戸籍も私の戸籍に移ることになりました。これからも今までと変わらずに、たくさんの愛情を子供たちに注いでまいりたいと思っております。どうか温かく見守っていただけますと幸いですと呼びかけている。8月、ジブラは女性との不倫旅行が写真週刊誌フラッシュで報じられ、この度は自分の軽率な行動により関係者の方々やファンの皆様にご迷惑、ご心配をおかけしてしまったこと、心からお詫び申し上げますとツイッターで謝罪。そして何よりも自分の不甲斐ない行いにより大切な家族を傷つけてしまったことを深く反省しております。今後は家族一人一人に対し真摯に向き合い、二度と悲しませることのないよう努めてまいりますと綴っていた。ジブラは1991年に結婚した前妻との間に男児2人が誕生するも離婚。2年に結婚した中林美和との間には女児2人が誕生し、次女のリナは20メンバーとして活動している。